はーい、ダーちゃん。おお、あ、いいね、うんうん、あったかい格好してる。ダーのゲレンデウェアを着たい、見たいよね。君の子、どうしたの？このスキンシップをそろそろやめてくれ。マジで、あ、ごめんなさい。ちょぴんじゃなかったから怒られちゃった。あ、そうだよな、ダーちゃんまだそこまで心許してくれない。難しいわ、もう転びそうだよ。ショックだった、やめてくれる。意外と強く、そうだね、結構強めに言われたよな。ぽい、おお、あー、いい感じ、いい感じ。なんか様になってるね。え、ちょっと何、うまいのとかじゃなくて、あの、クイズでだよね、ちょっと、あ、でもあれ、しかも雪上、これ全部同じじゃん。ダー君って運動神経良かったっけ？いやー、ダーちゃんは運動神経は良くないと思うが、うーんとね、ま、さっきのルールで言うとそうなんだけど、うん、ダーちゃんに関してだけは教えるっていうワードがね、関連ワードなんだよな。あ、そうね、関連ワードがあるんだ、ダーちゃんの、ダーちゃんの関連ワードが教えてなんだけど、あ、俺それな気がするな。なんかこれむずいな、教えてほしいです、びっくりだったら絶対それなんだけどな。こそこで教えてほしいです、びっくり、教えてほしい、リーダーはちょっと、ね、最後の記号でも変わってくるんだ。変わる、全然変わる、全然テンションが違うから、これによってちょっとテンションが、これ先生も悩むぐらいの難問だ、難問だね。あ、これ、いや、でもさっき問題文にヒントあった、転びそうって言ってたから、ダーちゃん多分ちょっとね、スキーそんなに得意じゃないと思う。あ、だからここはもう勇気を持って雪上のプリンセスかな、やっぱり行ってみるか、呼んでくれ俺を雪上のプリンセスって。ほら、あ、すごいじゃん、もう横髪がビーンになったもん。うん、やっぱその自分の体のコントロールできることへの感動があるわけだ。うん、よしよし、いい感じ、怖えな、うん、まあまあまあ、いい感じ、いい感じ、よかったよかった。そうか、バランス感覚とかには興味持つわけね。あ、なるほどね、もっと厚着して、よし、あ、まあいいんじゃない、いいんじゃない、先生の面目役人の、ありがとう。いや、意外とさ、なんか期間限定イベントってだからこそスチルがあるとかってわけじゃないんだね。いや、そうだね、でもなんかタイミングによってはなんかこう、はいはいはい、だったりするのかもしれないけど、そうかもね。これでも攻略サイトなしにスチル全部集めようと思ったらマジで何周しないといけないんだろう。いや、そうだね、だってこの年のこの月だけここに行ったらこれがあるみたいなのがあったりするから、ね、しかもこのこと行くみたいなね、うん、そうそう、ノーヒントだろうしね、しかも元気で、なんかあんまりあれだね、グイグイ来てくんないね、ギョー君。あのサンリッチのプレゼント渡したの忘れたか、お前。金で釣るな。これちょっとスチルまだ結構集まってないよね、あんまね。まだ全然集まってないと思うけどね。あちょっとスチル集めよう。あ、ね、スチルやるんかな、俺。あれ？お、そんなみんな期待しちゃうよ、そんなの。あ、じゃあやめとく。ねえ、なんで？何今の？しんどい今の。あ、でもじゃあやろうかな、2周目。あ、いいじゃないですか、みんなそれを見てみたいって人結構いると思うよ。あ、結構いる。あ、でもそれプレッシャーになるからやめちゃう。なこいつだお前。口を開くな。何やこいつは、何だ。すいません、僕は後輩でした。いや、本当だよ、もうしばらく忘れてるけど。今度の休みって、いや、どうする、見かけち、なんか貴重な1、2月よ。やねんけど、うん、やねんけど、やねんけど、やねんけど、せやけど、せやけど、せやけど、服部源氏、服部源氏、服部源氏、知らねえか。服部源氏じゃねえや、服部源氏。服部源氏誰誰。今のせやけど工藤も、工藤隆って知らねえ、知らねえ、二人の知らねえ、工藤と知らねえ、服部の聞いたことねえ探偵、聞いたことない二人の、聞いたことねえ探偵二人が出てきた。ね、これからまた行本のデート行くよりかは、うん、多分行ってもそんなもうぐんぐんここから上がんないし、ちょっとね、追いつかない気はしてきただったら、うん、ちょっとやっぱ最後の思い出、あ、3年間のね思い出にやっぱ一つちょっと作っとくのいいのかなと思っちゃうから行こうよ。はいはいはい、はい、もう見かけさんでこう限界突破していくか。でもなんか三ヶ月地からの誘い全部断っちゃったから。ああ、そうね、そろそろね、ちょっと行っとかないとなっていう。ショッピングモールだってよ、羽ばたき山。あ、なんちゃ羽ばたき山じゃない、うんうんうん、ショッピングモール、ショッピングモール、うん、いや、休日にショッピングモールなんか行ったら同級生に絶対見られるけどな。もうちょっと遠出した方が良かったな。うん、あら、ナナ君、楽しい、俺にも楽しい、なんか勉強後の七つ森くんのイベント初じゃない。ねえ、そうだね、だいたい両太両親の両とかマウント取ってくるぐらいだ。やっぱお前ってのはそうじゃなきゃな。あれ、先生って何が好きなんだ？ん？モードじゃない、ワイルド。初めてだね、先生と。
あれワイルド好きだったような気もする。先生。うん。ああまあ牛とか好きな好きでしょ確か。あそっちか。ワイルド、ああそうか。ワイルドで行ってみる。ワイルドで行ってみるか。ちょっと。ちょっとセクシーすぎる。ねいやいやいいんじゃない。ちょっと大人をこう困らせてやろう。そうね。ドキドキさせてやろう。ね。手出したらまずいぞ。大人困らせちゃおう。大人困らせるとき一番楽しいから一番楽しい。あんまり30の男が言うセリフじゃん。無事で30の男が会社でさ大人困らせるのが一番面白いんだからって言ってたら本当やべえやつだよ。ただの仕事できねえのに開き直ってるやつみたいになるから。ほらめちゃめちゃ恐ろしい発言だよな。女子高生だから許される。真面目ちゃん剥奪だ。あらあれなんか結構初めてだなこんなの。服装あらあらあらこれいいじゃない。はあ、クリティカルヒットした。クリティカルヒット、あクリティカルヒットしたね。ズドン、おおいいじゃん。しかも流行の色もいいな、似合ってる。はいはいはい。俺もどの色だったんだ。どの色だった。黄色、黄色かな。黄色が結構印象的だからねこの服ね。黄色のつなぎってもいろんな店があるんだ。眉優の石ちゃんぐらい。ちょっと覗いショッピングモール行っちゃう。絶対これ生徒に見られるって。いやそうなんだ。あの店近いから、ね、ポイントサービス。しかもこんなとこ7区に見られたらもう結構言い訳できないけどね。そうだな。ダーホンがだってさアンモナイト見に来てる可能性もあるんだぜ。そうだね。こちらのアンモナイトにお母さんってっていう先生の胸をまさぐり。はい。おまはしかもなんかエッチな店に連れてこられちゃった気がする。あ本当だ。なんかやばくないここ。いやもうこれはあーこれまた来たね。いや先生の場合どう。教師はふざけんこういうの。まあそうだよね。教師はふざけん。そうだよね。教師もそうだし見かけ先生もこういうのふざけないタイプだよね。なんだけどほうちょっとね買っちゃおうっていうのと教師っていうのがね若干相性悪いんだよな。あ、まあ、購入お金を使う大人とのデートでのお金を使う、はいはい、ということが確かに気使うな俺が見かけ先生だとしたら。そうですかで、うん、なんかお前すごい可愛いんだから自信持っててこういうの似合うよはあるそのパターンはね。あそうね。似合いませんはね多分ね傷つくと思う。なんかそうだよね。傷ついてる見かけっちのイメージがねなんか浮かぶというかあんまり教師はねこういうなんかふざけを着ないやつを勧めるとかっていうか、うん、要するに物事を教えるときは必ず正しいことを教えると思う。はい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 。教師はもうそうだよね。そうだから教師は正しいことしか教えないから、ね、そうです。なのでもうこの2択に必然的に絞られます。そうね。そうなるとでもそうですかってなんかちょっとなんか、まあ、疑ってる感じがちょっと出ちゃうね。そうだよね。なんかやだ言われたらやだなと思ってちょっとね気な臭いのが買うだけだから、うん、まあこれにしましょう。これにいってみようか。いけてるいけてる。うんそうだよね。いけてるいけてる。やったらバチコイショー。オッケー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 。しかし買うことに関しては言及しなかったな。確かにな。やっぱ買うってのに引っかかってんだな。エリーエリーよね。かなわねえって何なんだ。めちゃくちゃ楽しかったな。よかったよかった。ショッピングモールデートは学生のうちにしかね。そんならやばいぞ。先生の口元トーンなんてやばいぞ。テンションそうっていうのはどうだ。え下の名前呼ぶんです か気分変わって楽しいぞ。あらこれちょっといけないことしてる気持ちになりますねこれね。あたいにはでも七つ堀くんって男だ。あたい自分で言っといてなんか照れない。あれ先生頬染めてますね。先生紅染めてますやん。桃色のこの後ちょっと寄り道まですんの。いいよいよいよ行きましょう。よし決まり。牧場牧場遠くねこっからもうやめろってそれ。なんか今新しい技使ったな。いやなんか溜めてちょっとちょいずらししたね今。見たことない技食いって動かしちゃった。いや学校の話わここでつまんねえ話すんなよ。食べ物かな。まあ一応聞いときたいな。激辛じゃねえか。牛牛やだな。モーリーがちらつくんだよな。牛タンかな。牛タンが一番好きかな。一番グロいわ。そんな野菜や肉はまあに、うん、そうね。好きなものは先生が育った野菜と牛。冷やし中華。あえそうかな。取れたて野菜を乗っけてさ。あそうなんだ。冷やし中華好きなんだから蕎麦系好きな人多いね。あそうだな。でもさ野菜なしの今の話さの冷やし中華もいけるぜ。ゾッとしたんだけどさ、うん、あってことは好きなのは先生が育った野菜と先生が育った動物なんですねみたいなさ感じの会話になるのかなと思ったら。モーリーが対象になっちゃってくる。先生が急いで冷やし中華の方に片付けてくれたら先生ちょっと気使ったのかな。やべってなってやばいやばいやばい。先生の野菜の肉って聞いてた。
おい、先生とのデートおもろいね。うん、意外としてこなかったもんな。なんかあの博物館行って割とさ、校外学習っつって別れてたからさ。校外学習まででね、初めデートしては初デートなんだよな、うん、こっからは大人の男と女の関係になろうか。冗談きついって言われちゃったよ。冗談きついぞ。いやもうでも先生と生徒の関係は飽きましたよ僕。あらそうですか。あんま30の男が言うことじゃないよね。あんま30の男が言うセリフではない。まだ夜間通ってっから俺ね。あ、それはまあ素敵なことですね。この年になってもまだ学びを忘れないっていうのは。でもやっぱり生徒と先生の関係を超えたいんだよな。うん、まあささくん、まあささくん。ああささか。いや、まあ、ちょっとな、ね、ドラマがあるんだもいいけど、ちょっと今世はごめんだわ。今世なんかご利益もあって来世で会おうぜ、うん、いいまた。でもそうだね、いろいろ先輩もでもね、さっきも話しましたけど、うん、ちょっと七子七子チャンネルサブチャンネルを作ったわけですから。そうだね、ちょっと気が向いた時に一人回したからね。10年も待つの君のちょっと面白いかもしれないよ。これでも本当俺10年後もまだスチル集めてたらどうするよ。それぐらいマジでかかりそうじゃない。スチル集めじじい大妖怪スチル集めじじい。自作出るまで5出るまで俺ずっとやってるかもよ。皆さん家の中でやってるガールズサイド4の見たことないスチルが溜まっていることありませんか。それはね、妖怪スチル集めジジイの仕業です。夜な夜な勝手に家に入ってスチルを集めているかもしれない。厄介、それがおもろいのにこのゲーム。厄介なことするぜ。そこが集めるの楽しいのに余計なことして。あれ、これ見たことない絵があるんだけどっていう。どうやって出すの。そこ攻略したかったのにみたいな。ついでにお風呂の赤も舐めとくから。別の妖怪のハイブリッドじゃん。一匹で二度おいしい。おいしいのかそれは。それはうまいというのか。気持ち悪いな。ちょっと気持ち悪いところでそろそろ次最後かもな、下手したらもう3月になるしな。あ、次で絶対最後だ。うわーやだ。次回最強のチョコと最終回。やだ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 。お楽しみに。やだ。富、名声、力、この世のすべてを手に入れた女、ローズクイーンチャプコ。彼女の卒業前に放った一言は、学生たちを海へ駆り立てた。私の彼氏か、欲しけりゃくれてやる。探せ、ときめきの木の下にそいつを置いてきた。ありてけの七つ森かき集め。世はまさに大バラ時代。大バラ時代。大バラ時代。大ローズ時代。大ローズ時代が幕開けですよ、先輩。ワンローズ。ついに。一つなぎのね。一つなぎの。一つなぎの大バラを。大バラ。大バラを集めて。ちょっともうね、ついに、最後の月にやってきたわけですよ。これ最後の月？あれ、2月で最後？2月で終了。3月はなし。3月ないのこれ。3月ないですね。2月29日超えたらもう3月1日で卒業して、もうそうなんだ、この羽ばたき学園からは出てってください。絶対入れない。追い込んもないです。 OG としても入れない。追い込んないしです。追い込んもなし。あのポルカリスエット持ってきても部活の顧問も合わせません、うん、久しぶりに五郎ちゃんに会いに来るとかないの。ダメです、もう羽ばたき学園厳しいんで。ああそう、なんか羽ばたき学園も変わっちまったなーって先輩風吹かしに来るのもなし。もう絶対ダメです。あの SP に打たれます。あ、じゃあ将来、大学の教育学部出て、うん、先生としてやってくるのもなし。これもダメです。 SP に打たれます。SP って誰の SP なんだ。学校に SP がついてるってこと。あのあれじゃない、Y 字のあのさすまたみたいなやつで追い出されます。入っちゃダメです。全員で取り押さえられる。教師はいいのか。ヒムロックも帰ってきてるわけだし、学生が帰ってくる。ああ、ヒムロックはそうか、 OB か。あいつそうだね、 OB も帰ってこれる、ね、まあでも、まあ、でもやっぱ基本的には、うん、やっぱすごい難関をくぐり抜けたものしか羽ばたき学園に帰ってこれないんで、はいはいはい、一旦のお別れになりますね。まあ、とにもかくにもちょっとね、はいはい、卒業前にしてますので、いやそうだよな、進めていこうかなと思います。さあ何しようかね。ローモでデートする回数も限られてんだよな。1回2回できて3回だな。できて3回か。できて3回だけですね。まあでももう結構もう行ったよな。でも行かなきゃ。あ、ピアノリサイタル行きたい。あ、シダラ誠二がいる。これ知ってる。シダラ誠二ってのはね、うん、あの3に出てくる男性なんですよね。あ、3か。俺全然通ったことないな。最終回のコラムはロングパンツピンクのバングルが、うん、あ、バングル持ってる。あ、いいじゃんいいじゃん。でロングパンツピンクで、ちょっと待って、ヒカルちゃんの
なんか言ってた、なんかエモいこと言ってたよ。おすすめファッションをこうして伝えるのも今日が最後か。ヒカル、3年間ここでおしゃれコラムができて楽しかったよ。あ、なんか語ってんじゃん。私もだよ。コラムでは語れなかったけど、恋愛成就したお便りも届いてる。みんなが幸せになれてよかった。花椿ツインズはコラムと高校を卒業します。3年間お付き合いくださったら本当にありがとう。みんな大好き。ヒカルもみんなが大好き。おしゃれ道に終わりはないから、これからももっと輝いちゃってね。それじゃバイバイ。終わりの花椿ツインズの解散解散すんの花椿ツインズ。あのコラムって多分パソコンネットで書いてんのかな、スマホで書いてんのかな、わかんない。なんで、いや最後にあの、うん、普通の女の子に戻りますって言って、うん、マウスをそっとこうマウスをそっと置いて、ね、地面に行くのかもう七つ森くんとだけでいいや。そうだな、待ってた。どこ行こうね。いやもうちょっと俺早速行きたいところありますよ。だらし？だらしのピアノコンサートはちょっと覗きに行ってみたい。まあちょっと七つ森くんがだらし好きかどうか分かんないけど、まあでも音楽系好きだもんね。そうだね、ちょっと喜んでくれそう、はいはい、でここからは星の導きによると、うん、勉強だ。勉強がめちゃめちゃいいから。逆に恋愛良くなかったね。まあでも来てくれたから、とにかく勉強に勤しんで。ちょっとね、受験までにね、学力200まで行きたいんだよな。ねえねえマリー。あ、いいね、帰ろう帰ろう。いや一緒に帰るのもこれ最後になるかもしれないしな。ねえマリー。何？もうすぐバレンタイン。あ、あ、危ねえ。そうだ、高校最後のね。よろしくお願いしますあんたにかかってます。バレンタインてか今日ときめも、うん、ちょっと最終回ね迎えましょうって言ってたけど、うんうん、あと1ヶ月待ってもらっていいですか。なんで1ヶ月、構想1ヶ月のチョコよ。これが構想1ヶ月のチョコかかるのよ、3年目のチョコは。それぐらい高校生が最後のバレンタインなんだよな、本当に。 あ、その前に、うん、七つ森くんの誕生日が生まれてきてありがとう。本当にありがとう。ちょっと半端じゃないのプレゼントしたいな。そうだよね、うん、最後だもんな。ホームシアターキット、初めてだよね。へえ。てかおしゃれな画像めってこれまあちょっと確かにね、いろいろまあ就職するようにね、はいはいはい、髪黒くしてほしいっていう。ああそっちね。メイクブラシってなんだろう、まあ、ちょっと女装知ってるよっていう匂わせがある、ね、ちゃってる、匂わせてるよね。ホームシアターっていうか映画好きだったんだね。映画好きだったっけ。 あんまそんなイメージ。あれここもまあ高けりゃいいやつだっけ。いやそれ高けりゃいいよ、高ければ高いほどいいよ。じゃあホームシアターキットか。なんか意外だけどね。まあまあでも喜んでくれんじゃない。うん、これでプレゼンター OK。 よし頑張って渡すぞ。どんな反応してくれるんだろう。学力200届くかな。はい、奈良くん、もうちょっと静かに近づいて。いやもうそんなそんな距離感じゃないじゃん、ね、私たちみんな知ってるよ、学校のみんなめちゃめちゃ噂になってっから。誰がバラしたんだ。いやもうだってもう学校中もういろんなところでギュ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 さ、うん、あの胸触ってさどういうこと。え、七つ森くんが、七つ森くんの胸をこう、俺がもうね、上り竜で触ったりとかしてみんな見てんだから七つ森くんがチャプコの胸をこうギュギュギュやってるのなんでグワしてくんのよ。グワしていってんのかと思って。これホームシアターキットでまあまあな大きさだよねこれダンボール箱で持ってった感じだよね。いやもうそうよ、あのチャプコがね、あの朝早くから電気屋で並んでさ、うん、中国人の人たちと一緒にこうブワーって並んで、転売屋と一緒に並んでたの分かんないでしょ、転売屋とは限らないでしょ。みんな熱烈なホームシアター好きがね、熱烈なホームシアター好きが集まった。あんな売り切れねえけどな、あんまり。あれいいよ、ここで開けていい。いやここでは開けなくていいんじゃないか、うん、ここで開けたとって。えらいぞ、ミッション大成功。え、なになになに、そういうミッションだったの。すげえいい。ああよかった。なんだあるとこ。学校に頑張って持ってきましたよ。家電、家電製品。あ、台車使って持ってきたの、ね。手で持ってくるの迷惑だから。重たいからね。あ、めっちゃ喜んでくれてるわ。よかった。いいね。思い出ね。これで見よ。あの3年間もずーっと撮り続けてる2人の思い出のムービーがあるからさ。うん、それ流そう。ホームシアター。ムービー撮ってたっけ。あ、また褒めに来てくれた。楽しい。俺にも楽しめるコツ。優等生ちゃんってなんかちょっとそんな喋り、そんな言い方してなかったじゃないしかもやったねって、これ何のイベントなんだ。よし、デート行こう。デート、ピアノコンサートだよね。
ロングパンツ、ピンクのロングパンツがいいって言ってたね。ああ、あとなんだっけ、バングル？バングル、バングルもらってるのか。うわ、ロングのピンクパンツねえな。やば、モードで行こう、これで。モードで行こう。あ、いいんじゃない、いいんじゃない。ピンクも入ってるし、ピンクも入ってるし、バッチリでしょ。デザインバングルもあり。すべて詰め込んだな。詰め込みの、詰め込みファッションで行かせていただきます。悪い、待ったよな。そんな待ってないよ、全然慣れっこですわ。怒ってもいいんだぜ。怒ってないって。それは怒らせたくはない。何？眉間どついたるか。よいしょ。うわ、来た。うわ。なんかいつもよりも登れた気がするな。いつもよりね、飛距離出たね。出たね。早かった、デザインバングル。まあでも、パソコンだけになっちゃうんだな。え、あ、ほんまや、それだけなんや。そう、強すぎんだよ。あ、デザインバングルのパワーが。これなんか特別イベントになるのかな。電源切ったか。あ、ちゃんとしてんな。切ってる、切ってる。ん？ちょっと待ってね。胸元。抱きしめるぞ。いや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 、スマホの電源切ってるとかの騒ぎじゃないよ。あー、しだら先輩、あんな感じなの。うん、見た目あんな感じだった、青の髪型だった気がする。あ、そう、もう最高だったね。悪い、え、最高とまで俺はピアノを理解できていない。いや、最後の最後のデートで、おい、いや、まだ最後じゃないよ。そんなに嫌いだった？先輩のこと、しだら先輩のこと。だって、しだら先輩は前の恋仲でしょ？悪い。今。めちゃめちゃ、あ、それは行くんだな。よし。何？それはいいんだ。こっから取り返していこうぜ。キス。あ、よかったよかった。やっぱり前のヒーロー。まあ、あんまあれなのかな、いい気がしないかな。あ、あ、もう聞けることがあった。聞き尽くしたんだ。やってない。やってない。めっちゃ淡白だ。言っとくけど、はい、できねえとかじゃないから。何？なんか。こって。まあそうなんだと。あれ、なんかちょっと聞かれたくなかったのかな、スポーツ。ならない。こうも盛り上がってないな。なんかちょっと今回、機会があったら。もう一回行かないとな。いや、そう、これで終われないよ、ちょっと2月ね。怪しい。お家呼んでくんない？ちょっとホームシアターキットで映画見ようよ、一緒に。あ、確かにね。どういたしまして。最終的に家で映画見る流れ、七夕の必勝パターンだもん。おい、俺がそんな、やめろ、俺がそんなさ、連れ込むなんて。ちょっと、やめてくださいよ。そんなことするわけないじゃないですか。わかりやすい。もう下手だな。変なこと言うな、先輩は。勘弁してくださいよ。余計なこと、もう余計なこと言うな。すべての発言がそれっぽい。もうそんな、映画で誘うなんて、変な人なんだからもう。全部ボケ掘ってんだよな、自分で。どうする？え、もう一回行ってくんだ。まあでも、まあ自宅に呼んで映画見たら一発でしょ。一発でしょじゃないだろ。最低な物言いだったら。一発なんなんだよ。どこ行こっかな。思い出のライブハウスで締める。これラストにする？いやいや、もう一回行く。そうだよね、臨海公園暑くねえかな。一時期結構行ってたの。その星のやつって何？プラネタリウム行ったことないね。行ってみようか。星見るか。星いいんじゃない？星見ときますか。うん、どう、プラネタリウム。もうしょしょし。高崎駅ね。いや。さあ、で、他の日はもうとにかく勉強。勉強に次ぐ勉強。はいはい、もう受験だもんな。来た。あ、バレンタインデーが近いのにチョコレートの準備してない。来たー。来ました来ました。そうか、まず買うのか。まずは高級チョコを買います。まず買うんだ。でさらにギリチョコを買います。はいはいはい。まあこっから。ありがとうございます。さてさて、そういえばみーちゃんとひーちゃんが手作りチョコを一緒に作ろうって誘ってくれたけど、もちろん3人でチョコを作ります。これ今回は断るって一人で作るパターンもあるの？どうだろう。いや、作んないんじゃない？作らないパターンか。まあ、やっぱ多分あのときめも RTA の人は多分あれ作らないんだ、時間がないから。ときめも RTA とあるの？ RTA の人は、まあ、俺はやっぱ詳しいから分かるんだけど、 RTA in Japan でときめもガールズアルフォー出るときは、まあ、まず高級チョコだけパッと買って、はいはいはい、でもうあとは全部断る断るで、あのもう自分で作りもしないと。なるほど。作る時間ないから。さすが、RTA の指揮者。やっぱそうですよ。これ、ときめも RTA って目標は何なの？ローズクイーンなの？それとも一流の相手を？もう落とす。誰でもいいから。あ、まあ、もちろん一番落としやすい、ね、一番落としやすいのは両手になるでしょうね。あ、そうだ。あ、そうなんだ。ちょっとそれやってみようかな。RTA ときもガールズアイド RTA ちょっと面白いかもな。なんかね、一回試してみたいな。
はい、じゃあちょっとチョコ作っていきましょう。はいっす。ちょっと一発かましていい？いいっす。まあ最後じゃんこれ、うん、バレンタインデーの、うん、だからもう3年間の集大成というか、うん、まあ、いろんなデートの思い出だとか、はいはいはい、楽しかったあの夏の思い出みたいな、うん、のをちょっと詰め込んだ、はいはい、最高のチョコ一発かましたいなと思って、はい、それはもうちょっと力作ちょっといきます。見てていいの？あ、どうしようかな。見てない方がいいよねやっぱね。これはね、見ない方がいいかな。あ、ドーンって来てほしいよね、うん、やっぱね。ちょっと見ずに、はい、ちょっとね、あるデートにインスパイアされた作品だから、おちょっとあのあれかなこれかなって適当に壁に向かって喋ってて、どれだと思う？もういろんなデートあったからね。まあでもやっぱそうだな、記憶に残ってはホタルのねやっぱデートがあったりとかしたし、あの一緒にホタル見たりもしたよね。まああのでもパフェ食べに行ったりとかもした。あ、パフェ食べに行ったじゃん。なんかもういろんなね、あのスイーツビュッフェみたいなところで食べた記憶が残ってるな。あ、ちょっとうるさいんで静かにして。ぶっ飛ばすてめえこの野郎人が一人でずっと壁に向かって返事も返ってこなくて咳をしても一人を味わってるところだったのに。初めてだよゲーム実況やってて、ゲームに向かってもいず一緒にゲームしてる人でもなく壁に向かって喋ってるやつ初めてだって。一緒に席外します。はい、見物だね、どんなチョコができるのか。完成、とても美味しそうそんな一人で笑うことある？できた？うん、あ、そう、あ、もうこれも力作、うん、3年間の集大成。そう、うん、やっぱ楽しかった思い出ってちょっとまあ苦い思い出でもあるけど、うん、はいはいはい、あ、牧場行ったよなみたいな、あー牧場デートね、はい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 、っていう思いを込めました作品です。あのあのトラックのデートね。そう、こちらご覧ください。はい、見ます。牧場マジでおいおい、汚いってねえ、何汚い？いや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 、写実的、いや小屋子が小屋子が脱粉しと、牛が脱粉しとって、レーズンで作った小屋子が、レーズン回転させ、よくこんな表現力あるなマジで。あの運営はレーズンでしか表現できなかったねこれ評価スマートだからねハッピーバレンタインスマート、すんごいのどっさりどっさり出てるの、リアルなリアルな量だから。いやいやいや、よくこんなね、限られた具材の中でちょうどのやつ見つけたから作り直せじゃあこれで決定、作り直せってこんな奈落にあげれへんってマジで小次郎先生だったら喜んでくれるかもしれないけど、小次郎先生向きだなこれな。そうでしょ、確かに奈落向きで作ってください。もうちょっと確かに人が違ったのか、びっくりしちゃった俺こんなん、ちょっと泣いちゃうってさあ卒業前にこんなチョコもらったら。わかりました、作り直します。100円の声冷めるわ、本気モードで。じゃあそうしてください、見ます。いや、これはこれで本気モードだったと思うんだけどねじゃあやりやす、そうしてください。はい、はい、じゃあちょっと時間かかるんで、そっか。いつもあなたの暮らしに微笑みを、チャンネル登録よろしくお願いします。